はい、こんにちは。よし、ウクレレヨッシーです。ウクレレを弾くのにタブ譜という非常に便利なものがありますが、今日はね、五線譜を見ながら曲にチャレンジしてみましょうというところです。1オクターブ波長調のドからドまでに収まってますので、ぜひチャレンジしてみてください。今回はこの曲です。